はい、皆さんどうも、テントモです。というわけで久しぶりにガンダムウォーズの実況をやっていきたいと思います。実況なしの動画だと前回ね、クシャトリア引いたやつ、そしてその前小野坂さん引いたやつ出しているんですけど、実況自体は生放送以来ですかね、1ヶ月以上前の、今日はね喉の調子がいいので、でこのガシャね、これから引くこの未取得機体確定ガシャフェスティバル、本日までということで引いていこうかなと。まあ、ここ最近ちょっと未取得機体確定ガシャは引いてなかったと思うんですけど、普通にね新フェス限引いていたんですけども、ちょっとねジオ、このねこのジオ星6で欲しいなってただこいつ持ってるんですよね。これ持ってて、こう、まあこれが、でもニューガンダムどうなんでしょうね。まあジオね、敵にいて非常に厄介なので、で、まあ他もね、もちろんジオだけじゃなくて、グレード5 3%、まあ、通常枠は 0.081% の闇鍋。だけどまあ、割とスリム化されてますね。エアリアルとかダリルバルデとかこの辺も欲しいですね。未だにこいつら強いので。ただ通常枠は被る可能性もあるのがね。しかし確定枠があります、このガシャは。で僕の場合は 4%、 何体かまではもう数えないけど、この確定枠でなんか大当たりの期待引けたらいいんですけども、さあやっていきましょうか。ダイヤそんなにないですけど、160使ってしまうので一気に減ってしまいますが、はい。まあでもね、今クシャトリア、この前33連目で、なんとかゲットできて、クシャトリア確保できてからアリーナが戦いやすくなりました、かなり。まあ言うてゴールドクラスですけど、まあでもね、プラチナ、頑張ればプラチナに昇格できるかなって、そんな感じですね、今現在。小野坂さん、MA の小野坂さん、小野坂ガンダムね、あれ、オークシャトリアが入ってから使うようになりました。クシャトリアが入るまでは、小野坂さんよりサイコガンダム、結局サイコガンダムの方が使いやすかったんですけど、クシャが入ったことで小野坂さんがより生きるようになったというか、って感じです。はい。ということで、では一発勝負やっていきたいと思います。160ね、1回しか使えません。こいつ来るなよこれは持ってるからね。特に設計図2倍とかもないですよね。はい。ではアストナージかと思ったら違ったシンゴ森誰や。はい、では行きましょう。ドキ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 。生放送以外で未取得ガシャ引くのって初めてかな、もしかして。どうかな。まあ使っていきます。はい、では来てくれジオ、お願いします。未取得機体確定ガシャフェスティバル11連一発勝負、狙い撃つぜ。タッチ、さあどうだ、星オーバーじゃなかったがタッチの方がいいのか。さあどうだ、来るのか。2体来い、複数頼む。ボーコナソンさんは複数引いておりましたが、これはちょっとなんだあいつは、なんだあいつ、イーズエイト、イーズエイトって入ってたかな。イーズエイトはないか。なんかガンダムっぽさは、なんか銃を構えてるようなガンダムっぽく見えたんですけど、1体だけか。これ爆死だね、きっと爆死だ。あのシルエットわかんない、なんか強そうに見えなかったな。ジオじゃなかった、複数でもなかった、途中アメリアがいたアメリアは見逃さないぜ。ということでギラズル・アンジェロキー、デュエル・ガンダム、アサルト・シラウド、ティン、
リックディアス、シャア専用ザク2、量産型キュベレー、この後アメリアか、この次か、ゾロアット、はい、アメリア来た。アメリアの特性は回復負荷、機動強化なんですね。はい、いやー最後なんだろうね、他なんだろうな、あのガンダムなんか嬉しい機体だってほしいな、使えなくてもいいからせめてすでに悲観的悲観的からの大どんでん返しあるか、この次か、この猫の目か狐目が、おお武者ガンダムはいいか、武者ガンダムはいいんじゃない、まだいるよね敵に。うん、武者ガンダム厄介、だいぶ厄介だったよ当分。最近はまあ割と大丈夫になってはきてるような気はするけど、まあ言うても星6だからね、星6にアップグレードなので星6武者はいいんじゃない、よかったよかった、武者ガンダムは当たりだと思います。はい、うん、いやこれはいいぞ、うん、よかったよかったね、めっちゃ特性持ってるね、アメリアの何倍持ってるって感じで、ありがとうございます。武者ガンは当たりでしょう。はい、ということで、そう、武者ガンがいるとねだいぶ耐えられるっていうね、そういう印象なので、うん、はい、まあ複数欲しかったけども、ジオ欲しかったけども、まあね、まあ、武者ガンでよかった、一応引けてよかった。よし、早速こいつはどこに、ゼロカス&デスヘルは外せないので前衛のトップですよね今僕は。ああそうだ、スタビル使ってるんだ、そう、スタビルがめっちゃ今いいんですよね。スタビル外せるかって感じ。はい、こんな感じですね。うん、これを攻防使ってる。敵にマスターガンダムがいたら福くん入れて、マスターガンダムじゃなかったら最近はトールギスさん入れてます。うん、それだけですね。うん、ここに前衛3体、前衛3体、そんな武者ガン必要って感じでもないような感じはするけども、スタビルがね本当に優秀で、そうそう、でゼロカス外せんしね、だから福君&トルギスさんのところに、でもそうするとアタッカー力が下がるというか、そうなると野坂さん外してサイコガンダムって感じか。うん、武者ガン入れるんだったら野坂さんじゃなくてサイコガンダム、クシャは外せんし、フラウロスもねずっと一番最高峰にいるんですよね、外せない機体、やっぱりスタン重要ですねって感じですね。はい、ということで、まあなんとか組み込んで試してみたいと思います。はい、ということで今回こんな感じでございました。またね、できる時にガンダムウォーズ実況やっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。では、今回これで以上となります。いかがだったでしょうか。よければいいね&チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ジーク武者ガン。